ハルトムートヘルは、ドイツのピアニスト、音楽教育者。カールスルーエ音楽大学学長。西ドイツのハイルブロンに、牧師の息子として生まれる。ハイルブロンのテオドールホイスイコールギムナジウム卒業。シュトゥットガルト、ミラノ、ミュンヘーンで歌曲の伴奏を専門に学ぶ。シュトゥットガルト音楽大学で、白井光子と出会い、1972年からはデュオを組む。 1973年に結婚。同年ウィーンのフーゴボルフコンペティション。1974年、ツビッカウのロベルトシューマンコンペティション。1976年、スヘルトーヘンボス、アテネ、ミュンヘンのコンクールで入賞。1975年には東京でリサイタルデビュー。翌年にはアムステルダムでヨーロッパデビューを果たす。その後ヨーロッパ各地、スカンジナビア、 イスラエル、アフリカ、日本、中東、南米、ロシア、アメリカ、カナダなどで講演し、1989年にはカーネギーホールにおいてラベル、シェヘラザードでデュオとしてのニューヨークデビューを果たした。二人はデュオとして歌曲の分野で世界中で巧妙になり、数々のレコードを録音した。1982年から1993年の引退まで、 ディートリッヒ・フィッシャー・ディースカウの伴奏ピアニストも務め、ザルツブルク音楽祭、エディンバラ音楽祭、フィレンツェ音楽祭、ミュンヘン音楽祭、ベルリン、東京、そしてニューヨークのカーネギーホールでのリサイタルなどで共演した。彼らのベートーベンなどの録音は、ヘルの細かく、陰影をつけられた演奏で特別な賞賛を勝ち取った。もう一人の親しい共演者は、ビオラ奏者のタベアチンマーマンであり、 ブラームスやショスタコービチのソナタなど、いくつかの注目すべき録音を行っている。また、20年以上、彼は、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア、アメリカでのコンサートで、ルネ・フレミングに同行してきた。いずれも、世界中のコンサートや CD で、曲の解釈の指針となっている。他に共演を行った歌手としては、クリストフ・プレガルディエン、トーマス・ハンプソン、 ボルフガング・ホルツマヤ、クリスチャン・エルスナー、ローマントレーケル、ウルシュラ・クリゲル、ヤドビ・ガラッペ、両商営、ジャン・ジョー、ヨゼフ・プロチガ、イボン・ヌナイフ、ヨハヘン・コバルスキー、ヘルマン・プライ、ペーター・シュラヤー、ルネ・パーペなどがいる。ヘルは特に若い世代に関心を持っている。バリトンのエネアス・ハム、メゾ・ソプラノのヤジエ、ジャン、テノールのイルカ・アーキレックなどが挙げられる。 室内学のパートナーは、クラリネットのエドゥアルト・ブルンナー、ヨルグ・ビットマン、ゼルバース・ドゥペー、ザビーネ・マイヤー、バイオリンのユーディメ・ニューイン、ピアノのアンドラーシュシフなどである。ヘルが参加した CD は、約60作品あり、その多くが国際的な賞を受賞している。ヘルは、フランクフルト・トケルンで、教授職に就いた後、カールスルーエ音楽大学の教授となった。 1998、1999年には、ヘルシンキ大学の客員教授となり、1994年から2003年まで、ザルツブルクモーツァルテウム大学客員教授であった。また、アーウィン・ゲージの後を継ぎ、チューリッヒ芸術大学で、リート解釈をほぼ10年間教えた。彼はまた、2007年10月以来、カールスルーエ音楽大学の学長を務めている。 ヘルは、サボンディンナ音楽祭、シュレスビヒホルシュタイン音楽祭、ワイマール国際音楽ゼミナール、ザルツブルクモーツァルテウムの夏ゼミナール、オールドバラ音楽祭、スイス、アメリカ、カイロ、エルサレムのアイザックスターン音楽センターなどで歌曲のマスタークラスを行っている。彼は、毎年上海音楽学院でも教えている。2019年と2020年に、彼は、 ニューヨークのカーネギーホールにあるソングスタジオに招待された。1990年にヘルはツビッカウ氏からロベルト・シューマン賞を授与された。彼はツビッカウのロベルト・シューマン協会の名誉会員となっている。またヘルは審査員や審査委員長としてニューヨークナウムバーグ国際音楽コンクールロベルト・シューマンコンクールツビッカウボーチェピアのモスクワブーランジェコンクールパリ ARD 国際音楽コンクールミュンヘンに何度も招待されている。1985年から2007年までヘルは国際フーゴボールフアカデミーの芸術監督を務めていた。彼のもとでシュトットガルトに国際フーゴボールフコンクールが設立された。彼が設定したコンサートシリーズのテーマは例えば以下の通りである。1988年、エドワルト・メルケ。 1990年、ドイチュラント。1992年、1993年、シモーヌ・ベェイの援助のもと、ヨーロッパの現実人間大都市放浪。1997年、シューベルト自身が出版を意図した108の作品群の全公演。1998年、自然による、人間によるとヨーロッパ文化史とアイマールへの招待。2002年音楽、文学、 映画によるドナウの旅。この取り組みは国境を越えて注目され、ニューヨークのリンカーンセンターやパリのルーブル美術館への招待につながった。2012年、言葉と音楽がスタッカート出版デュッセルドルフから出版された。この本はヘルの個人的な回想とともに、自身の経験と歌曲へのアプローチについて述べている。極めて多数の音源が存在しており、以下は、 ほんの一部である。ウルリッヒメイヤー、ユルゲンシェドラー、オーフジウェイキシン・イハイルブロン・インデン50、ER ・ウント 60ER ・ヤーレン、バルトベルク・バーラグ、ガデンズバーグ・クリカ2018、ISBN978 から3から831328635、S51、S AB、白井光子&、ハルトムートヘルリートデュオリサイタル。 長野県野沢南高等学校同窓会。2021年1月11日閲覧。スローニムスキークーン。白井、三つ子。ベーカーズ・バイオグラフィカル・ディクショナリー・オブ・ミュージシャンズ。センテニアル・エディション。ボリューム5。ページ 3311JB ・ステイン。ハルトムート・ヘル。グローブ・ミュージック・オンライン・ハット。スローニムスキークーン。 ハルトムートヘル、ベイカーズ・バイオグラフィカル・ディクショナリー・オブ・ミュージシャンズ、センテニアル・エディション、ボリューム3、ページ1588、ピーター・ペアーズ、ベンジャミン・ブリテン、ピエール・バナク・フランシス・プーランク、イン・ワワオウ・ンデー、三越・ライアンド、ハルトムートヘル・ハブ・アチーブド、エイ・コンパラブル・アーティストリー、イン・ザ・オーディオファイル・ボイス・ USA、プロフェッサー、ハルトムートヘル、ホコシューレフィワ・ムジーク・カールス・ルーエ、 w w w h f m k a e a r l s r u h e d e 2 0 2 1年2月5日閲覧。a m a z o n c o j p ハルトムートヘル。w w w a m a z o n c o j p 2 0 2 1年1月11日閲覧。ありがとうございます。